です。ありです。二人合わせて親子でゴミ拾い。ということでですね、今日は4月8日でございます。4月8日ね、はいはい。いい天気になりましたね。なりました。昨日までね雨降ってましたけどね。で久しぶりにゴミ拾いってことでね、今日本当に久しぶりですね。本当にマジね。ありがとうございます。今日も、ね、久しぶりってことで、あのツイッターなんかで、ね、いつもねお世話になってます高田さん、今日聞いてくれまして。来てくださいました。ありがとうございます。本当に。ちなみにこの娘もですね、4月から2年生になりました。中学校2年生ですね。頭の中幼稚園です。中二病です。頭の中中二病だよ。中二病そういう意味ちゃうでしょ。え、そうやろ。え、ほんとマジで。まあいいけど、まあまあまあ、そんなことで中二病なんで2年生になりましたけど、これからもゴミ拾いどんどんやってきますんで、皆さんよろしくお願い申します。 やりたい人とかなんか、あ、またツイッターとかね、そういう SNS で発信してきますんで、一緒にゴミ拾いしてくる人、またここのお父さんのツイッターの来てくださいね。よろしく。概要欄で貼っ付けます、はい、よろしく。じゃあどうも、アツでした。アイリでした。それはそれ親子でゴミ拾い。じゃあね、バイバイ。アディオース。アディオ。ファイゼン。